親父はアイスが好き。今までいくつか霊的体験をしたけど、これは私が高校生の頃体験した私の中で一番怖かった話です。そうですね。あれは高校の夏休みの時でした。私の親父が突然アイスクリームにはまりましてね。 結構いかつい顔してて、端から見たらそんなもの食べるような人間には見えないんですけど、なぜか毎日大量にアイスを買ってくるようになったんですよ。まあ私もそのおこぼれにやりつけるわけですから全然気にはしていませんでした。でもまあ年もいってるんで、あんま甘いもんばっか食べてると病気になるよ。そうだな。少し控えなあかんな。 てか、糖尿病とかもうもうなってんじゃないまあ保険金あるから死んでもらっても構わんけどね。あほか。まだ死なんわい。まあ近いうち検査はしてこないかんな。とか、なんとか話してた日の夜。私の家は全部の部屋がふすまでつながっているタイプのアパートで、テレビは親の部屋にしかなかったんで、いつものごとく、 親とそんなやりとりしながらテレビ見てて眠くなったんでそこでそのまま寝に入りましたカサ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 カもう部屋も真っ暗な中その物音で目が覚めましたものすごいおかんとともにドロボカッと思い起きようとすると動けません金縛りでした まあこの頃になると自己流金縛り解除法なんかもあったんであんまり慌てず金縛りと格闘していました。その音は激しさを増していきます。そこで異変に気づきました。なぜかその音が冷蔵庫の方からするんです。先ほども言った通り 私の家は全部屋ふすまでつながっており、なおかつ年中開けっぱなしなんで、私の寝ているところから冷蔵庫は確認できました。そこで私は、でか、もしかして、親父が挨拶あさってんじゃないだったら助けてもらおうという考えに至り、恐る恐る薄目を開けると、やっぱり親父が冷蔵庫をあさってます。よかった、と安心し、 声が出ないながらも必死に助けを求めていると変なことに気づきました。ものすごい笑ってるんですよね顔が。ふだん笑わない親父が口を頬までつり上げて目は視点が定まってなく狂気に包まれたその姿に全身の血が引きました。 もうパニックになり、早くこの状況から逃れたいシーンでした。それでも、その姿に目を離せずにいると、私の視界の隅にもう一つありえないものが映りました。もう私がその光景に耐えきれず目線を下に落としたら、普通に親父が寝てるんですよね。絶句でした。親父が二人いるんですよ。 全身に鳥肌が立ち、吐き気がし、恥ずかしながら涙が溢れました。そして、最後の確認のため、もう一度親父の姿をしたそれに目を戻すと、会っちゃいました。目と目が。その手には、しっかりとアイスが握られてて、先ほどにも増して狂気を増してました。そして、そいつは体をこちらに向き直し、一瞬、ほんと一瞬で、 鼻と鼻がくっつきました。死んだなと思い、私気絶しました。その後、10分くらいで目を覚ましたと思います。最初は夢かと思いましたが、親父の寝ている位置、私の寝ている位置、そして開けっぱなしの冷蔵庫を見て、私は半ば半狂乱しながら走って家を出ました。これが、 私の一番怖かった体験です。後日、親父にこの話をすると、ああ、やっぱりか、すまんかったなあ、と、心当たりがあるようでしたが、この件以来、親父に不信感を覚えていたので、深くは聞きませんでした。そして、この件以来、私は親父がアイスを食べたとこを見たことが ありません。